カバーのいいところはやっぱりこう0歳から5歳までっていて園が園庭を向いている作りなのですごい園庭に集まったりすると大きい子からちっちゃい子までこう一緒に遊んでる姿だったりすごい笑顔もたくさん見られるのですごい私もそういうところで働いてて自分も楽しいなって思うところがあります。兄弟で通われている子が多いので遊びの中でそのお兄さんとかお姉さんと関わりに行ったりとか学年の中で壁がないのが素敵なところかなと思います。で先生方がとても親しみやすい方が多くて私もアドバイスを受けてまた保育に生かしていくサイクルができているので私自身学びも深まってとても恵まれているなって思っています。